ダルシムはカップコンが開発、販売している対戦型格闘ゲーム、ストリートファイターシリーズに登場する架空の人物。インド出身の僧侶で、ヨーガの達人。首には、ドクロの首飾りをぶら下げている。寡黙で心優しい聖者で、自身の技を戦いの道具として使うことに迷いを感じながらも、自分を必要とする家族や村人たちのために戦う。 ストリートファイター2シリーズに登場したキャラクターの中では年齢不詳とされるベガやゴーケを除くと最年長。ストリートファイター V ではターバンを巻き、白ひげを生やした姿になっている。厳しい修行と信仰心によって、家臣、アグニの力を借りた炎を操るほか、両肘や両膝の関節を自由に外して、手足を伸ばすことが可能。これにより戦いでは、 遠距離からの攻撃を得意とし、非戦闘時にも川で溺れた人の救助などに活用する。後の作品では、空中浮遊や瞬間移動などの秘術も得得し、これらの技を駆使して、相手を翻弄しながら戦う。若くて、美人の妻サリーと幼い息子だったがいるほか、ペットに象も飼っている。妻と共に、洋画の一環として、空腹を忘れる方法を習得。 宅発のみで生活できるようになるが、そのような修行のできない息子が生まれたことで状況が一変。洋画は人を傷つける技術ではないと知りながらも、生活費を得るためにストリートファイトをしている。時間軸がスト2以前となるストリートファイター02では、村を襲った薬病の薬を手に入れるために、ストリートファイトで金を稼いでいる。ストリートファイター4においては、ある日、村の水源を 謎の武装集団に占拠されてしまったことから物語が始まる。以前からだった特律の手紙のやり取りから悪の組織者ドルーの復活を感じ取っていたダルシムは水を取り戻すために再び旅に出る。ストブイでは一人で道を極めるのではなく世のもの全てが調和することを目指すとし自身の力を地元の警察官たちに教えている。ストリートファイター3シリーズに登場する。 呂を、戦術を極めた先人として尊敬している。竜が、頼みがあると言い,い構えを取ると、すぐさま承諾して、自身も構えを取ったり、殺意の波動を込めた拳をねかりへ振った際には、自身が受け止め殺意の波動に飲み込まれてはいけないと、警告したり、自分の力をありのままに受け入れることが大切だと、教えるなど、竜を導く重要な人物にもなっている。また、 ニューヨークのアレックスの元へ行くと強盗と勘違いされるが、試合後には和解し、アレックスの未来を読み、迷ったら世界に目を向けろと助言する。ドラマ CD、ストリートファイター2魔人の肖像マイナスでは、初代、ストリートファイターに登場する、破壊像の列とは、知人となっている。マーブルスーパーヒーローズ VS ストリートファイターでは、エンディングで、シュマゴラスと語り合う。 メカ号機を倒した後の会話では相方にカレーを食べることを勧める。ストリートファイター X 鉄拳では行方不明となった村の子供を探すためサガットに協力を依頼しタッグを組んでいる。タッグ名は兼任不罰タッグ。なお、スト2には黒目があったがストリートファイター2以降は黒目が描かれなくなっている。スト2開発時の名前はインド。 ダルシムの名前はインドパキスタン方面にいた実際の格闘家ダルシーマから取られた。キャラクター性についてスト2の企画を手掛けた西谷良は絵を描いた人がかなりのコミック好きなのでその影響を受けているのではないかと語っている。サリーとだったもヨガに励んでいるがダルシムのような特別な能力はない。スト V のダルシムの個別ストーリーではラシードからダルシムは 一度は会いたい世界7、代用がマスターの一人として注目されている。ダルシム以外の以下の6人は、ストブイの公式サイト、シャドル格闘家研究所のキャラ図鑑で紹介されている。本シリーズ屈指のリーチタイプ。飛び道具技を持ち、蒸気の特性を生かした通常技のリーチが非常に長い。遠距離で立ち回る戦法を得意とし、接近戦に持ち込まれても、 ヨガテレポートで対処可能という防御特化のキャラクター。移動速度が非常に遅く、ジャンプ時の対空時間が長いのも特徴である。ダルシム最大の特徴である手足を伸ばした攻撃はリーチに優れるが暗い判定もあるため、相手の飛び道具や判定の強い攻撃を当てられるとダルシム自身がダメージを受けてしまう。ザンギエフなど足が遅く接近戦型の相手には無類の強さを誇り、 またガイルの戦術の一つである、マチ、ガイルに対して、優位を主張できる数少ないキャラクターだった。逆にブランカやシュンレイなどスピードで攻め込んでくる、相手には多少の苦戦を強いられる。スト2では当初その得意さ、遅さばかりが注目されたが、使い込むプレイヤーが増えるにつれて、ガイルと並ぶ最強キャラクターの一角として、君臨するまでになった。 1992年度の国技館での公式大会優勝者もダルシムを使用していた。ダッシュ以降では徐々に弱体化が進むもののシリーズを通して戦い方そのものは変化していない。スト法では投げ技の性能が低めに設定されているものの全体的な性能は過去のシリーズのものを踏襲しており相手を近づけずに遠距離攻撃で封殺する戦法と ヨガテレポートによる奇襲戦法が基本である。キャラクター性能としては体力値、気絶耐久値が低く、一発の攻撃力も高い方ではないため、対戦では他のキャラクターに遅れを取ることも多かったが、2008年11月と2009年1月に開催された2つの公式大会では、両大会ともダルシムを使用したプレイヤーが優勝を飾った。 ウルトラストリートファイター4オメガエディションでは前方ダッシュのモーションが変更され移動速度が速くなったほか飛び道具を避けながら前進できるヨガスイープある程度離れた相手を引き寄せるヨガブリングなど接近戦でも十分な強さを誇るようになった V スキル V トリガー1994年のアニメ映画ストリートファイター2ムービーではインドでの掛け試合で エドモンド・ホンダと対戦する。金縛りの術でホンダを追い詰めるが、背後から強い陶器を感じ取った隙に反撃されて、形勢が逆転。止めを刺される前にギブアップした。ハリウッド映画、ストリートファイターでは、ヨガや格闘とは関係ない科学者として登場。無理やり、バイソン将軍に協力させられ、人間兵器の研究を進めつつ、カルロス・ブランカ注意を洗脳、改造した。 バイソン軍基地の崩壊時、バイソン兵に突き飛ばされた際に浴びた突然、変異誘発罪のためにゲーム中と似た姿になる。自らの死をもって、罪を償うと、救助に来たガイルとの脱出を拒み、自我を取り戻したブランカや基地と名演を共にした。実写映画を元にした格闘ゲーム2作品では、捜査キャラクターとしては登場しないが、ストリートファイターリアルバトルオンフィルムの、 ブランカステージの背景などで登場している。1995年のテレビアニメ、ストリートファイター 2V では、インドカルカッタ近郊の村アヒチャトラの僧侶として登場。竜とケンは波動を教えてもらうために、ダルシムの元を訪れる。人を傷つける、格闘家をよく思っておらず、最初は二人を獣と呼び、全く相手にしなかった。コスプレをするファン、ありがとうございます。